名鉄バス株式会社は名古屋鉄道自動車事業本部から分社化されたバス会社である。2004年5月11日に設立され、同年10月1日に営業開始した。本社は名古屋市中村区名駅の名鉄バスターミナルビルの近くに所在する。名古屋鉄道100%出資の子会社で名鉄グループに属する。分社は 名古屋鉄道が運行するバスの故障として使用されていた。2021年3月31日現在、営業キロほどは6 1 1 7 6 8トル系統数は521系統、営業所数は9カ所、保有車両数は711両である。愛知県最大規模のバス事業者の一つである。 名鉄グループ共通色カス営業所線7 6 5名鉄バスの標準的なバス停乗り合いバス事業特定バス事業貸し切りバス事業を行っている路線バスの運行エリアは愛知県内の主要都市と岐阜県の一部で高速バスは名鉄バスセンターを主な起点として全国各地へ展開している 近年は高速道路網の整備に伴い、名古屋近郊都市を結ぶ都市間高速バス路線も開業している。特定バス事業では契約輸送として、県内の自治体、企業、学校の送迎バス等を運行する。名鉄グループの観光バス事業者と連携した貸切バス事業も行っている。名古屋市交通局から、市バス、大森営業所。 野波営業所の運行を受託している。愛知県内の各自治体のコミュニティバスも受託しており、名鉄バスの路線が廃止されて、コミュニティバス化された例もある。イオンが運営するショッピングセンターへの無料シャトルバスの運行も受託する。バス部門の分社化に際し、岐阜営業所は、名鉄バスでなく、同じく、名鉄グループである、岐阜乗り合い自動車へ移管された。 分社会前は、犬山、宇沼、ま、西谷地区にも路線が存在したが、犬山、宇沼地区の路線は、岐阜バスへ、西谷地区の路線は、同じ名鉄グループの東濃鉄道へ移管された。また分社化当初は、一部の高速バス路線は、名鉄観光バスが運行していたが、2009年2月1日に、名鉄バスが全路線を譲り受けした。名古屋鉄道直営時代は、 名鉄が運行していた、鉄器動線の廃止に伴う、バス転換で路線を拡大したが、名鉄バスではなく岐阜バスの路線となったものもある。2008年7月1日より、地域運行会社、名鉄バス東部株式会社、名鉄バス、中部株式会社の2社を設立し、効率化のため名鉄バスをかざ営業所、豊田営業所の担当路線を、 名鉄バス東部株式会社、名鉄バス名古屋営業所の担当路線を、名鉄バス、中部株式会社へ、管理委託していたが、上記2社は2018年7月1日に、名鉄バス本体へ、吸収合併された。愛知県、岐阜県、石川県、宮城県の一部バス会社は、名鉄グループと、資本提携をしている。営業所、管理署名の後にで書かれているのは、 バス車体の前輪横に小さく表示される所属の略号名古屋営業所名古屋中央営業所瀬戸合宿所瀬戸営業所は2005年頃まで基幹バスも担当していたまた小牧営業所は2007年より春日営業所と名古屋中央営業所の共同所管による管理所となった合理化に伴い瀬戸営業所は名古屋営業所に 国府具管理所と三条営業所は、市宮営業所に、あすけ管理所は豊田営業所に、西尾営業所と安城管理所は岡崎営業所に、それぞれ統合された。犬山管理所は、小牧営業所所管の管理所であり、2000年より、担当していた、犬山、うぬま畜老線を、岐阜バスコミュニティ、西蟹畜老線を、東濃鉄道へそれぞれ管理委託、2007年より、 路線上と後、閉鎖された。また、犬山管理所開設以前は、今渡り管理所が存在した。IC 乗車カード、マニカが2011年2月11日から導入され、高速バス、空港特急バスを除く、各路線において利用可能となった。名古屋高張線、名古屋東下大線、名古屋田治見線でも利用できる。これに伴い、 名鉄バス独自のバスカードとトランパス対応カードは発売終了となり2012年2月29日をもって利用不可となった。鎌郡地区では長らくストアードフェアカードが利用できなかったが2018年7月1日に名鉄バスが名鉄バス東部を合併したことにより同日から交通系 IC カードが利用できるようになった。 フレンドバスでは2020年10月1日から利用できるようになった。名鉄バスはバス営業所で定期券を発売しておらず、以下の窓口で取り扱っている。名鉄バスセンター、名鉄バス東岡崎出発、名鉄バス一宮出発、高蔵寺インフォメーション、元宿駅、美豪駅、東岡崎駅、新安城駅、豊田市駅、日清駅、 地竜駅、前後駅、鳴海駅、名鉄名古屋駅、金山駅、神宮前駅、栄町駅、大曽根駅、終わり朝日駅、新瀬戸駅、終わり瀬戸駅、神野宮駅、名鉄一宮駅、津島駅、西春駅、岩倉駅、湖南駅、小牧駅。藤ヶ岡支店、東岡崎駅旅行センター、刈谷支店、栄地下支店、一宮支店。 東海大支店蒲氷地区の定期券は、名鉄バス、蒲氷管理所と、名鉄観光バス、蒲氷支店で販売し、これらの場所では、蒲氷地区以外の定期券を販売しない。括弧内は共同運行会社。高速バス2115夜行高速バス、中高高速バスと重なるものは省略。括弧内は共同運行会社。空港アクセスバスの使用車両は、 すべて日のセレガを使用している。なお、セントレアリムジンでは、専用車として、セントレアのキャラクター、謎の旅人風と飛行機のマークのラッピング車両を使用する。また、県営名古屋空港アクセスバスでは、かつて三菱不創製のエアロバスの飛行機マーク専用車を使用していた。なお、西春空港線では、 一般路線であるため、一般路線バスと同様の車両を使用する。名鉄バスでは2019年4月より、段階的に、系統番号を導入しており、基幹バス本地が原線、津島営業所管内、蒲氷管理所管内の路線に導入された。10月からは、名古屋営業所の残りの路線、市宮営業所、春日井営業所、豊田営業所管内の路線に、 系統番号を導入2020年4月から地流営業所管内の路線に系統番号が導入された。岡崎営業所管内では2009年3月より岡崎市の総合交通政策の一環として先に系統番号を導入していたが2020年4月に系統番号の変更が行われた。括弧内は担当している営業所。 他にもイオンモール厚田と金山駅、イオンモール名古屋ドーム前と大曽根駅前を結ぶシャトルバスも運行していたが、2020年4月1日より、他社に移管された。また、イオンモール厚田と厚田地域を巡回する、シャトルバスも運行していたが2020年7月1日から、他社へ移管された。外洋一般路線と都市間高速バス路線で運行。基本的には、 片道運行。出発時刻は23時以降である。行き先表示には深夜、深夜バスの表記がある。運賃は通常の2倍の場合が多い。なお、乗車区間の定期券の場合は定期券を提示し、乗車区間の普通運賃を支払う。平日の運行であるが、土曜日運行の路線もある。一般路線2020年4月から運行日。 厳便都市間高速バス路線特定輸送など、グラバー号、知らぬ日号は1999年2月より、当社の運用を離れ系列市会社に移管されていたが、2009年に、名鉄グループのバス事業再編に伴い同年2月1日より、当社の運営に戻されていた。かつては、名古屋市内に、同社のバスを製造する三菱自動車名古屋製作所が、 あったことに加え、名鉄グループ内に、名古屋三菱不桑自動車販売があったことから、原則として三菱不桑製の車両を導入していた。さらに大型車の車体は、大半が、名古屋自動車製作所制で、路線バスは1997年まで、観光、高速バスは1998年まで、採用していた。以降は三菱不桑バス製造の車体を採用している。 このような経緯から近年まで高速、路線、貸切車を問わず大半が三菱不走製の車両で占められており、現在も同社の車両が中心に導入されている。例外として一部の輸入車があり、1985年に開催された名古屋インポートフェアの際には中型ワンステップバスのバンホール AU138、 J を輸入し、会場へのシャトルバス専用車として運用後、各営業所へ分散配置し運用したが、投入から10年経たないうちに全廃された。近年は、一般路線車と近距離特急車を中心に、三菱不創生以外の車両も導入されるようになり、2004年より、日野自動車の車両も導入され、日野がトヨタグループに属することもあってか、 大型車は当初は全車両が豊田営業所に申請配置されていた。その後導入された小型車や2019年以降に導入された中型車は現在小型車や中型車を製造しているメーカーが J バスのみという事情もあり、その他の営業所にも配置されている。空港特急バスと近距離高速車はすべてセレガが当てられる。2016年より イスズ自動車の車両が少数ながら導入されている。ただし、イスズエルガとの統合車種である日野ブルーリボン2は路線バス仕様が豊田営業所と地獣営業所に近距離高速バス仕様が名古屋営業所に導入された。現在はイスズエルガミオとの統合車種である日野レインボーが導入されている。路線車の大型車は基本的に標準弱で、 全中比で導入されていた。過去には一部団地など多客路線を持つ営業所には長尺車の導入もあった。また、中扉は機関バスや長尺車を中心に4枚折りドも存在した。中型車は前後扉を基本としていたが、ワンステップバス導入以降は全中比となった。また、コミュニティバス受託用など、単発的に小型車やマイクロバスの導入もあった。 貸切高速車は大型長尺が基本であったが、貸切車の一部には、上高地使用車や小型車の導入もあった。なお、名鉄バスセンターの高さ制限もあり、三菱不桑、エアロキングなどのダブルデッカー車の導入は現在まで、ない。現在は、ほとんどが自社発注された車両で占められているが、近距離高速バスと一般路線バスのごく一部には、 名鉄東部観光バスからの移籍者もある。かつては名古屋観光美給からの移籍者も在籍していたほか、2005年の愛知万博開催時には当時名鉄グループに属していた大鉄観光バス、名鉄クレハ観光バス、御嶽交通などから一時的に貸切バスが編入されたこともあった。また2021年にはワクチン接種会場へのシャトルバスとして、 ギフバスと宮城交通から8台移籍した。2005年後半の新車からは、名鉄グループ統一仕様で導入されている。これは、名鉄グループ全体で一括して発注し、仕様を統一することにより、コストダウンを図るとともに、短期間で大量の車両を更新するものであり、ギフバスや宮城交通のほかカラーなどが異なるが、 北陸鉄道などのグループ会社でも導入されている。同種の事例としては、小田急グループのバス事業者向け統一仕様として、小田急グループマテリアルズ仕様があり、小田急バスの他神奈川中央交通や、立川バスなどに導入されている。路線車の塗装は、赤と白を基調とした塗装であり、名鉄グループのバス会社の路線バス車両の大多数も、この塗装に準じている。 現在は2004年以前の旧名鉄色2005年のみの新名鉄バス色2006年以降の新グループ共通色の3種が存在し新グループ共通色は岐阜塗りの通称で呼ばれる前面が岐阜乗り合い自動車の衣装側面が旧名鉄色の組み合わせのものであるかつては独自仕様の車両を 三菱自動車工業と共同で数多く手掛けており、また、三菱自動車の試作車を導入する例もあった。1994年に導入された都市型、超低小バス UMP628、M 小牧営業所4433。この傾向は、近年も続き、2004年に試験的に、電気式、ハイブリッドバスを2台導入。その後、 2008年2009年には一般路線用としては全国で初めて三菱不桑エアロスターエコハイブリッドを導入し機関バスにおいて営業運行に使用していたこともあったまた社内外の装備品も独自のものを採用する傾向が強くいわゆる名鉄仕様と呼ばれるものであった冷房化は1962年クアーナ船に サブエンジン式冷房車を投入したのが始まりだが、その後期間が空き、1976年に、津島線、岐阜市内線にて運行開始した。1978年には、サブエンジン式冷房車から前述の両風車がまとまって投入されるようになり、1985年大型車が、三菱不走エアロスター M に代替わりした時から、 直結冷房車が標準となった。車両更新の目安は16年80万キロとしている。廃車後の車両は、宮城交通や岐阜乗り合い自動車、北陸鉄道、福井鉄道、阿波尻バスなどのグループ会社に移籍して引き続き、使用されているほか、一部は、グループ外の事業者に譲渡されたり、海外へ輸出される車両もある。 車番1606の車両名鉄バスでは全車両に4桁の車番が付されている。不番法則以上の法則から車番1606を例にすると大型低小一般路線車で XXX6 年式の06号車ということになる。車番付け号法則の例外車番1701の車両を廃車済み名鉄バスでは 車両対応年数を原則12年としているため、現行の西暦下一桁の表記では10年前の導入者が存在する。中型長尺車は導入当初は大型車を意味する置が付されていたが、2006年頃に特装車を意味する5に改版された。座席定員記号大型車に限り、座席定員を示す記号が書かれている。高速車には、 一般路線車ベースの近距離高速車を含めて表記がない。座席定員記号はアルファベット1文字と数字一桁の合計2文字で表記されるアルファベットは定員の10の位を示し数字は1の位を示す。以上の例から定員記号が B9 だと座席定員は29名ということになる。分社前の2003年7月に バス運転手の無免許運転隠蔽事件が発覚し、国土交通省中分入局と愛知県公安委員会から処分を受ける。国交省の内容は、240日社の車両押し用停止と違反点数24点。さらに2年間新規バス路線の開設を認めないというもので、愛知県公安委員会の処分内容は、事業用自動車5台の一定期間使用禁止である。 しかし、そこから2年となれば2005年開校の中部国際空港や同年開催の愛、地球博会場へのバス路線を開設することができなくなってしまうが、愛知運輸支局は、ただし、地元自治体などからの要請があれば、路線開設を認めるという特例を設け、これらの路線開設を認めた。それから4年半が経った2008年、 カスガイ営業所と一部路線の管理委託をしている東納鉄道小牧営業所で営業所内に運転免許証を置き忘れたまま運行していたことが相次いで発覚し文書警告処分を受けている2009年7月26日名鉄バスが管理受託をしている名古屋市営バス大森営業所管内の路線で運転手が JR 千草駅前の校車場からトイレに行くため、エンジンを切ったが、サイドブレーキをかけ忘れ、45メートルにわたって、バスが走り出して停車中のタクシーに接触し、タクシー運転手に軽傷を負わせるなどした。11月19日に、道路運送法違反で、中部運輸局から、同営業所の路線バス1台を10日間の使用停止処分を受けた。 2010年10月27日、同じく大森営業所管内で40代の運転士が2009年9月から1日、乗車券や土日エコ切符などを販売委託契約をしていた終わり朝日市内の雑貨店が持っている証明書を不正に借りて低価から3.5%、安い価格で約1270枚購入し、自らバス車内で低価で転売して、 利益を得ていたことが分かった。名古屋市は愛知県警に被害届を出した。ありがとうございます。